早速ですが、はい、新シリーズ新選組といえばやっぱりバラガキ編ですよね。そこで中井さんに質問です。何よ。中井さんが一番バラガキだったなと思う頃はいつですか。その時のエピソードなどがありましたら合わせてお聞きしたいです。できたら杉田さん、坂口さんのお話もお聞きしたいですと。いい子ですか。俺いい子ですもん。そんななんで拗ねるのかな。バラガキないっすよ。バラガキじゃないの。全然ないですよ。全然、うん、全く全くもうでも中井さん生まれた時からその声だから、多分あの幼稚園の先生とかの耳元で口説いたりとかしてないのか。バラガキだね。それバラガキというかマセガキだね。マセガキだね、うん、スケベしようや。確かに関西の人だけどね。スケベしようや。あんま関西の人でも言わんぞそれ。でもそんな、割合ねちゃんとした子でいたずらとかもあんまりしなかったですけど、ね、むしろ30超えてからバラガキになりましたから。してないですよ。してないですか。スケベって表現がよくわかんないですよ。この単語おかしいじゃないですか。まあなあ、バカだな、うん、バカだな。本当すいません。便利だな。でもなんかスケベしようやって、ね、やめなさい。スケベしようや。やだやめろ。君が思うスケベをしようや。